ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ、皆さんこんばんは、緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木ゆりかです。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ、今週もスタートしました。はい、現在はジェンクロの方がケモノフレンズ2とのコラボが盛り上がっていて、うん、緑川さんがいっぱいジャパリマンをゲットしていると思われます。頑張ります。目標はどのくらいですか？すっごいの。わかんないですけど、はい、でも属性武器とかあるらしいので、すごいですよね。ちょっとね、本当最近は属性がバカにならないので、うん、そうなんですよね。もうだってあの氷側に目覚めてからのあやちゃんの強さが半端ないもの。そうなんですよ、うん、全氷キャラ、はい、結構モテるので、うん、ウガガラとか、はい、先生あのさ、何、普通の錬金でも出るけど、うん、もう本当に果てしないので、これいつ出るのかな、いつ出るのかなみたいな、うん、ずっとやってないと本当に出ないので、うん、もう出るって分かってるので、やっぱちょっとまとめて撮っておきたいなって。そうですね、見た目も可愛いし、可愛いし、はい、私たちはその時間を待ちたいと思います。はい、早く来い。今回のチェンラジですが、そんなケモノフレンズ2よりサーバル役の尾崎由香ちゃんが登場します。はい、というわけで始めていきましょう。チェンラジスタート。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジである。改めまして、緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木ゆりかです。そしてゲストはこの方です。テレビアニメケモノフレンズ2サーバル役の尾崎由香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、現在好評放送中のテレビアニメケモノフレンズ2ですが、チェインクロニクルとのコラボイベントケモノパークへようこそが絶賛開催中です。いやー、もう私たちもケモフレのキャラ4キャラ全部ねゲットしてますから、ね、多分すごい言い切りましたね。もちろんだよ。もうあやちゃんはもちろん、うん、ね、はい、全キャラゲットして、うん、いやもちろんです。もう1日というか、もう始まってすぐ5秒ぐらいでゲットしたでしょ。早い、超早い。そうですね。そうです、皆さんお気づきの通り、まだ私たちの時間では始まっておりませんが、はい、ちなみに今回のコラボ武器のジャパリマン、うん、結構面白い武器ですよね。いや、うん、こんな試み初めてなんじゃないかというくらい、うんうんうん、5色もあるっていう、うん、すごいですね、5色も、うん、実際にジャパリパークというかテレビアニメの中では、うん、ジャパリマンはどんな感じで出てくるの？食べ物ですね。殴ってる。すごいゲームしながら。すごいですね。まあ、別にこれが初めてじゃないからね。そうですね。散々今までありましたからね。スイカとかありましたもんね。それで殴っちゃダメでしょっていうね。ただあの、はい、あれだよね、肉まん的な感じなんですね。そうなんですよ。ジャパリマン柔らかいわ。それで殴る。そうなんすごい攻撃、うん。色によってあれが違うわけじゃないんだよね。そうなんですよね、うん、最初5色あるって聞いて、うん、なんか職業ごとに違うのかなと思ったんですけど、うんうんうん、全部拳武器です。気持ちいいよね。もう確かに今回のケモフレは獣であり拳です。わかりやすい。たくさん集めていただきたいと思いますね。はい、というわけで、じゃあそろそろメールいきますか。はい、それでは行きたいと思います。題してアルカナメール。こちらバトルヒーターさんからいただきました。ありがとうございます。初めてメールさせていただきます。この度ケモノフレンズとジェンクロがコラボするということで、遅ればせながらジェンクロを始めてみようかなと思うのですが、あまりゲームが得意ではないので迷っています。そんな僕の背中を押すような一言を皆さんいただけないでしょうかといただきました。ありがとうございます。すごいコラボで来てくださったバトルヒーターさん、うん、ね、ありがとうございます。でも別に誰かと協力してやるっていうゲームでもないから、全然ね、自分のペースでやればいいだけだから、ね、気遅れすることないよね。ゆかちゃんも今回あのインストールしてくれたんだよね。そうなんです、さっきしました。インストールさせていただいて進めてました。そうなんです。どうですか、どうやって進めていけばみたいなアドバイスみたいなありますか？おすすめキャラ、何系のプレイスタイルかっていうのもよると思うんだけど、プレイスタイル、
うん、私は結構、はい、あのガンガン行く系なんですよね、うん、なので、うん、割とあの攻撃力高い子たちをすぐ前線に出して、うん、割といい時はいいんだけどすぐ散っていくっていう、うん、バトルスタイル。そこから初めて僧侶を入れてみようかなみたいな、うん、学ぶ、はい、あれユリポンあれだよね、はい、あの男子キャラ愛が強いタイプですね。そうですね、イケメンを、はい、なんで最初は結構キャラの見た目から選んでしまうタイプで、 あとは自分がアリーチェっていう魔法使いのキャラクターを演じさせてもらったので、うんうん、それで結構魔法の、兵団、魔法兵団を集めて魔法使いオンリーでやったりとか、はい、初めは結構だからその職業で同じくくりにして分けた方が結構サクサク進みやすいかなと、はい、思います。うんうん、となると戦士だね。あ、戦士です戦士。でもまさにこのコラボでいいんじゃない。確かに、ね、うんうんうん、組みやすくなります。まあじゃあちょっとあの獣のフレンズ先輩の内田彩さんからぜひ一言いただきたいと思いますが。どうしよう。でも獣フレコラボのキャラクターは結構集めて使うと強いかな。獣フレンズキャラを中心にしつつ、あとはやっぱ回復役がいないから僧侶を入れながらのんびりやっていくのがいいんじゃないかな。獣の大陸までちょっとまだありますからね最初ね。あ、そうなんですね。そう、第2章に入らないとなかなか出てこないから、進めて進めて獣に。うんうんうん、でも最近は最初の方進めやすくなってますもんね。あと多分だけど、あのケモフレのキャラクターさえゲットできてれば、うん、かなりサクサクいくはず。本当ですか。強いですね。絶対強い、絶対に強いから。いや、それだって今最新だからね。絶対一番強いでしょ。最強です。使っていこう。じゃあサーバルを、うんね、バトルヒーターさんもぜひ ね、はい、うん、ぜひぜひ、ね、はい、というわけで、こうやってフレンズが増えていくといいですね。はい、はい、というわけでメッセージありがとうございました。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。さあ、今回のチェンラジは現在チェインクロニクルとのコラボ中のテレビアニメ獣フレンズ2よりサーバル役の尾崎由香さんをお迎えしております。よろしくお願いします。はい、さあここからはチェンクロをぜひ由香ちゃんにプレイしていただきたいんですけれど、うん、やったはい、ちなみにパーティーなんですが、はい、まだあの先ほども申し上げました通り、はい、我々はまだ、はい、あのジャパリパークが近づいてきておりません。まだちょっと早かった。ちょっとあのまだね、うん、異空間が開いてないということなので、はい、チェンクロの中にいる獣のパーティーでぜひ挑んでいただきたいと思うんですが、うんうん、あ、じゃああれですかね、前回私たちがご紹介したメンバーで言っていただければ。やったやった。あ、そうなんです。はい、なので、うん、ちなみにゆかちゃんはあんまりゲームはされないんですかね。あ、そうなんです。めちゃくちゃ初心者なので。なるほど、うん、じゃあ、まだまだちょっとゲーム指南をですね、お、ラッキービストさんにちょっとお願いしようかなと。わかったよ。あ、本当だ。そのペースなの、こと喋る言葉は。このペースでしか喋れないよ。やばい、ね、多分それで指示出してる頃にはもうだいぶいってくる、ね、確かに。ただ加工は今回入ってませんから。レアですレア。レアレアレアだよ。ちょっとラッキービストさんペースでお願いいたします。どうぞ。ではサーバル行ってみよう。はい。始める。スタートしました。あ、今これはなんだよ。3つ出てきたのは罠っぽいって技を出すのに必要だよ。ラッキービーストさんは情報しか言わないかもしれない。プレイスタイルを指南しない。でも上手、すごいね。もう基本はある程度効いてるのかな。こうキャラクターをタッチして前に出す、うん、これ必殺はどうすればいいですか。必殺技は右下の必殺というところを押すと出るよ。いいですか。敵に近づいて、あ、わわ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 わ、ちぎれなかった、これで戦士マナがなくなったよ。僧侶マナ
ってみようか。あ、こっちか。誰なら使えるんですか。メルルダをタッチしてみてね。それで合っているよ。あ、もう大丈夫。そのまま必殺を押してみよう。これで回復できたよ。できた。ちなみに一番後ろの列に下げてから押すと精霊が呼び出せるよ。おお、すごい。なんだもうこれ精霊。あ、精霊呼び出せた。かわいいね。さあラストウェーブです。ここでユリポンのアリーチェが出てきたよ。ぜひぜひ。これはあの、あ、それをボスの前まで連れて行って必殺を押してみよう。私の力みんなに届いて。おお、強い。強い。本人でもこんなかっこよく終わんないのね。すごい。しかも全部宝箱出た。すごい。おお、できた。わかった。ちなみにユリポンはこれが未だにできていない。自分のキャラで締めるってことがなかなかできない。番組中ね、番組中できないね。やったやった。はい、というわけで見事なプレート、見事な解説、解説でありがとうございました。すごい、ありがとうございます。ちょっとディシシアさんがかっこ悪くなっちゃいました。そこがいいです、そこがいい。あ、ちなみにですね、ちょっとこれから始めたいよって方もいらっしゃるでしょうし、ゲーム結構プレイしてらっしゃる方とかはこういうのも見たいなって方もいらっしゃると思うので、獣の先輩に一番難しいところにちょっと行っていただきたいなと思うんですが、ラッキービーストさんいかがでしょう。なんと、あわわ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 、やってみるよ。やったー。さすがです。やったやった。はい、ということでですね、獣のキャラクターたくさんやらせてもらっているので、うん、はい、ちょっと自キャラだけで、すごいね、メインパーティーの獣を組んでみました。どうも、チルルルもありがとうございます。はい、サブはチルルルに頑張ってもらおうと思います。ちょっとこれで一回もやったことないんですけど、うん、ちょっと結構難しいよね。はい、内田氷パーティーで行こうと思います。こうなんのね。氷じゃなかった、氷パーティーじゃなかった。氷パーティーは今別です。そうですね、これは気にしないでください。あ、うががらさんがね、はい、これですかね。これで行ってみたいと思います。レッツゴー。これは90の氷難易度の方ですね。うん、ちょっとテリリアに頑張ってもらおう。先輩の勇姿をね、ちょっと見ていただきたいです、ゆかちゃんには。見たいね。ボコボコになったらどうしよう。これね、これニャットポンチをつけたんですよ、うちのテリリア。ほんとか。かわいい。かわいいな。あ、もうこれみんなでどんどん行こう。どんどん。おフレンドさんのテリリアは、これ何ですかね。何持ってんだろう。おしるこみたいな。氷属性にするやつかな。俺もそれかな。冷たいおしるこ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、そんな解説をしている間に、あれあれ、これさ、そう、テリリア以外は強化されてないから気をつけた方がいい。そうでした。そうそう。そんなことも忘れていました。あ、避けて、避けて。その列に行ってはいけませぬ。ナイス。危ねえ。そうですね。いいテリリアが今、ね、せっかくマナたくさんあるからね。そうですね。忘れてましたね。テリリアガンガン使いましょうぜ。回復できないや。ね、僧侶がいない。あ、僧侶がいないのか。シャオラが近くにいてあげて。おお、強い。おお。はい、頑張れ。しかも凍った。いけいけ。シャオララさん、ちょっとそこで待ってて。自身の回復線からの。そうなんですよ。怖い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 。いや、早く倒した方がいい。来た来た。危ない危ない。あ、怖かった。あとちょっと。マナいっぱいあるから技使えばいいんだ。そうだね。え、ちょっとこんな低たらくを見せるわけには。おすすめのシュルルルさんがまるで弱そうだ。活躍してくれ。ほら、冷たいおしるこ持ってると通常攻撃が氷属性になるから、凍るとダメージがすごくすごいことになるんだ。つけてる人多いよね。
もぴったりですね。可愛い。いっぱい来た。シャロララさんちょっと行ってみ。シャロララ頑張って。敵は私の敵よ。あ、飛んだ。おお。でもやっぱり硬いな。あ、逃げてる。あ、怖い怖い怖い。避けて。誰か誰か。危ない。すごい。これちゃんとやんなきゃダメだ。あ、死んじゃう。いやでもあと。いける。ラストウェーブ。ラストウェーブだから。しかもここで、あ、じゃあフィーナさん、フィーナにあっち行ってもらって、うん、でこれで、はい、クールポー、はい、で凍結にしてもらってこれ、お、すごい、おお、フィーナかわいそう、おお、そうだね、ソウクットも食べてもらう、ギリギリまで温存する感じになってる、縦にして。当たるか、私の敵よ、お、固いね、戻っておいで、戻っておいで、危ない危ない危ない、他のところでプレイしたらもうちょっと攻撃力が攻撃ある、あ、すごいすごいすごい、ここはねちょっとね、そうですね、でもね、さすが、こんなはずじゃないんだ、いや、すごいです、こんなはずじゃなかったんだよ、特定の子がね、やっぱここは強かった、いやでも、うん、テレリアがいなければこれは無理でしたね、うん、そうだね、うん、強い、うん、雪山に強いキャラだったからね、うん、どうにかなったんだけど、うん、こんなはずではちょっといいところ見せられず、いやいやいや強かったです、はい、というわけで、うん、いや素晴らしいプレイでした、うん、はい、お二人ともお疲れ様でした、ね、ありがとうございました、チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、さあこの後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします。今回はケモノフレンズ2とのコラボドラマになります。ということで今回の配役ですが、私がオウララです。私今井あさみがチロルルです。私内田彩がウガガランドプアです。私高木入香がアリーチェです。そして私尾崎由香がサーバルです。それでは行ってみましょう。チェンラジラジオドラマスタート。この辺のはずだよね、獣パーク。獣の大陸ウリグードで体験できちゃうなんて楽しみだな。危ない。え、魔物？いつの間に？ミャ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 。このありったけ持ってけ、すっごい、あなた面白いことができるんだね。もしかして今の魔法のこと？まだ下手くそだけどね。あ、それよりも助けてくれてありがとうね。私はサーバルキャットのサーバル、あなたは？私はアリーチェだよ。もしかしてサーバルって獣の民？うん、私は獣だよ。よかった、ちょうど獣パークを探してたんだよ。ウガガラと同じ病巣族の子？病巣族？うん、私はサーバルキャットのフレンズだよ。サーバルキャット族？へえ、そういう種族もいるんだ。私もアリーチェって初めて聞いた。さっきみたいな不思議なことができる獣なんだね。え、私は獣じゃないよ。え、にゃにゃ、ストップストップ、その会話噛み合っているようで噛み合ってないよ。ミュンミュン、あ、ウガガラとプア、チロルルちゃんにオーララさんも。噛み合ってないってどういうこと？ま、サーバルと初めて会った時のウガガラも同じような会話をしたみたいなんだけどね。自分も混乱したよ、あの時は。ですね、アリーチェさん、サーバルさんは獣は獣でも獣とは違う獣なんですよ。獣は獣でも獣とは違う、なぞなぞ？そうじゃなくって、サーバルは獣の民じゃないんだ。私は獣だよ。そうなんだけど、でも獣じゃなくて、つまり獣とは違う獣で、獣だけど獣じゃなくて獣
で獣獣で獣の獣獣もなんか面白い。うまく説明できません。オーララさん、パスです。仕方ないな。サーバルはね、異世界からやってきたらしい。僕ら獣とも君ら人間とも異なる種族ってことだね。え、異世界？そうなの？サーバル、異世界っていうのはよくわからないんだけど、私たち風に飛ばされてジャパリパークの外に来ちゃったみたいなんだ。ジャパニパークっていうのがサーバルたちの住んでいたところらしいよ。でね、ジャパリパークに帰るためにピカピカ光る石を探しているところなんだ。西王国中に散らばった魔石のかけらを集めないと異世界への道を開けないらしいんだよね、プア。ミュンミュンで、みんなで探して回ってるんです。大変だ。じゃあ私も手伝うよ、魔石のかけら探し。わーい、じゃあ一緒に頑張ろう。ミョンミョン、あっちに何かがいっぱいいるよ。魔物かな。やっぱりサーバルは敵に気がつくの早いな。よし、二手に分かれて回り込もうか。僕とチロルルがこっちから、サーバルとウガガラ、アリーチェは反対側から頼むよ。わかりました。ガチガチしてやります。ワンワン。よし、私も頑張るよ。って待って待って、魔石探しじゃなかったの？なんで魔物の群れ？どうやら探している魔石のかけらは魔物を呼び寄せる性質があるらしくてね。なので魔物のいるところで見つかりやすいんです。というわけで行くよ。サーバル、アリーチェ、任せて。行くよ。うみゃ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 。豪華でしたね。久しぶりじゃないですか、ゲストさん参加してもらって。楽しかったです。ありがとうよ。そのおかげで自分もオーララとか久しぶりに見えるし。本当に、あいつら以外でやるの久々ですよ。誰とは言いませんが。今回のコラボ様様ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、そろそろゲストの方とはお別れの時間になってしまいました。最後にチェンクロとのコラボを楽しんでいる皆さんにメッセージお願いします。はい、2週連続お邪魔しました。とっても楽しかったです。またコラボも始まったので、サーバルと獣たちを使ってプレイして楽しみたいなと思います。アニメももう終盤戦にかかっているので、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。というわけで、ゲストは尾崎由香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チェンクロ公式ウェブラジオ、チェンラジだって。わあ、ニュンニュン。続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。それではチェンクロウェイディレクターの坂井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず、現在開催中のテレビアニメ獣フレンズ2とのコラボイベント、こちらは3月の27日水曜日まで開催となっております。今回もですね、もちろん、サーバルなど、パーティーリーダーにしていただくと、サーバルはようこそジャパリパークへ、そしてサーバル以外は乗ってけジャパリビートが、曲としてかかりますので、すごい。ぜひ、はい、こちらの方もリーダーに設定いただいて、使ってみていただければと思います。はい、そして、ここからはコラボ以外の情報もお届けいたします。まずですね、絆の生放送でもご紹介しました伝承編魔法兵団学生での第2弾が、3月27日水曜日に実装となります。こちらはですね、あらすじの方も少しご紹介したいと思います。魔法学園の生徒ベルナー、クラウス、カティアの3人が、放課後に自主的な実験に取り組むようになってから早1年が経とうとしていた。そして学園祭の季節がやってきて、かつては学内のはぐれ者だった彼も次第に周囲から受け入れられるようになっていたが、ということでですね、今回は、前回魔法学園伝来た魔法兵団学生伝1では登場しなかったキャラクターとして、まあ、ゼロというキャラクターが登場いたします。まあ、名前はゼロですが、もう見た目からして、ね、もう、はい、お分かりかと思いますが、まあ、謎の少女ということで刻印者のプロトタイプとして、まあ、研究されているというキャラなんですが、まあ、これがどういう形でどういう風に出てくるのかというところも、ちょっと27日をお待ちいただければと思います。これも凍りってますね。凍りってますね。凍りってる。
ブームだ今間違いなくブームだ。そうですね、彼女は凍りってますね、うん、凍りってますよね。魔法兵団ね、エルコン待望、はい、楽しみですね。しかも学園祭がテーマ的なので、うん、そうですね、メインストーリーの賢者とも学園祭とかありましたよね、楽しみ。はい、そして、レジェンドフェスも間もなく開催となります、はい、今回は前編と後編に分かれていまして、2キャラクターずつ新しいキャラクターが登場いたします。まず1人目が、WS レアの僧侶、癒し語る円熟の巡回者トーガ、 CV が内田真彩さん、イラストが吉平さんとなっております。はい、こちらは第1弾前編の方の登場キャラクターの1人目ですね、うん、そして2人目が、WS レアの魔法使い運命の賢者ファティマ、 CV が小祝小鳥さん、イラストがハッカンさんとなっております。ファティマさん、なんだろう、本があることによって露出度が減っているように見える見えるが変わってはいないあら、かわいい、すごい。そして後編の方もご紹介します。後編の1人目が WS レアの騎士、聖騎士団長絢爛たる聖病の守り手シンフォニア、 CV が桜彩音さん、イラストが竹城錦さんとなっております。そしてもう一人ですね、 WS レアの戦士、平枯れ市東北東の族長オルガ、 CV が桜彩音さん、イラストが村山亮太さんとなります。はい、こちらの2キャラずつが登場するレジェンドフェス、前編は3月27日の水曜日、後編が3月30日土曜日の開催予定となります。そして3月30日土曜日、31日日曜日はセガグループがお送りするセガのお祭り、セガフェス2019がベルサール秋葉原にて開催となります。チェンクロでは5周年で販売したパンフレットですとかサウンドトラックなどが会場で販売となる予定です。またですね、このセガフェスを記念しまして、セガハードガールズのコラボ登場キャラクターを、ゲーム内のクエストの方で復刻登場いたします。そしてですね、新たに登場するセガハードガールズのキャラクターの専用装備が、入手できるクエストも近日中に開催予定となります。またですね、もう一本こちら専用武器ではないのですが、セガフェス期間中の限定クエストとして、セガらしい武器が登場する、クエストを開催予定となります。こちらは今開催中で、武器のですねタイプ的にすごく、会社の偉い方に確認をしないといけないので、まだ公開はできないのですが、どういうものなのかというテストの画像があります。確かにこれは許可が必要かもしれません。これすごいですね。なんだろう、一言で言えばストレートまさにまさに。この辺まで平気ですか？はい、全然大丈夫です大変社風を表しているなんて素晴らしい。これがどうなるかみたいな感じ。そうですね、はい、全然問題なければ3月30日のクエストに入手できると思います。下のほぼ完成版っていう、ほぼっていう楽しみ。はい、セガフェス2019は3月30日31日ベルサール秋葉原にて開催となります。ということで以上チェンクロ最新情報でした。坂井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、続いてはこちらのコーナー、チェンラジミッション。チェンクロチームから寄せられたミッションを私たちとチェンクロユーザーの皆さんで考えて、えくじけたらこのまま使うんだからね。実験だな。いいもういいよ、分かった分かったよ、はい、組みていこう、はい、うん、チェンクロ内のいろいろなことを決めていこうというコーナーです。決めよう決めよう、はい、現在私たちが挑んでいるミッションはこちら。もしも三島が豪華客船の船長になったらよっ、もしも三島さんが豪華客船クルーズの船長になったらという設定で、新たな三島さんのイラストを制作、そして一体この豪華客船でどこに行くのか、どんな乗客が乗ってくるのか、どんな物語になるのかを、広くリスナーさんから募集しております。ということで早速リスナーさんからの、いただいたお便りを読んでいきたいと思います。私が読ませていただきます。お願いいたします
大和さんからいただきました、はい、皆さんこんにちは。船員として登場することになったコドロが、はい、今度三島のお頭の豪華客船に乗ることになったぜいと、ヤイとオズミモガリに自慢する、うん、豪華客船というくらいだから村のお宝になるようなものがあるに違いないと3人が船に潜入するという話はどうでしょうか。そこから実は三島が本当にお宝を運んでいてとか、乗客がお宝を持っていてそれは横取り海賊ドロッセルや罪の大陸のタチアナなどとヤイトたちが戦うという展開だとか、あるいは盗品がお宝として持ち込まれていてそれをヤイトたちが取り返していくというお話も熱くなるのではないでしょうか。メインに据えてもいいし、サブストーリーのような感じでコメディとして挟んでいくのもありかなと思いましたということで、船対船、そうですね、みんなが、じゃあチェンクロも艦隊戦を船を持っている船を大集結させてダダダダンみたいな。でもヒヨニの大冒険とか可愛いですね。可愛いね、うん、そしたらそれで衣装替えで新たにボイスとかもなったりとかするんですかね。マリン服着せたい。あ、着せたいです。絶対可愛い。絶対似合う。なんか普通にね、はい、あの RPG の世界観みたいな、そもそもチェンクロがそうですけど、そうですね、言ってますもんね、RPG って、ね、でもちょっとね、衣装替え的なのも面白そうだよね。はい、うん、はい、続いては、はい、ペンネームももちゃんさん、パーソナリティの皆さん、まあこんにちは。こんにちは。暗殺羊のハーディーさんと年代記の賭博士レノさんって結構気が合いそうじゃないですか。この2人でみんなを監獄カジノに招待してスリルを味わうイベントを開催してほしいです。参加者は真面目な騎士団たちとかどうでしょうか。王城に招待状が届き、ノリノリなユリアナを護衛しようとアインスロットたちが周りを囲んで船に乗り込んだり、途中でモマさんが爆弾片手にユリアナに演説を始めたりしてワイワイしてほしいです。爆弾抱えたまま投げないとね。でもやりそうだよね。騎士団が本気になればなるほどハーディーさんたちはすごく生き生きしそうですよね。だそうですよ。怖い、もうどこにも逃げられないっていう。いや本当になんかハーディーさんに捕まったらもう、あ、自分はここで命を落とすんだ決意しそう、ね、すごいですね。でも、うん、分かるよね、本当に爆弾投げずになんか演説しようで怖い、体中に巻いていやボムボマーさんそれぞれたらすごいな。それかブムボマーさんが爆弾を抱えて爆発する前にみんなが何かを解決するとかですかね。あ、時間制限チェンクル内でも時間が刻まれるみたいなね。あ、それちょっと今までにない。それかさっさと海に落とす、裏技ですかね。ドン、おしまいです。いや、ドンドンじゃなくてみんなね、水に濡れたらダメでしょ。確かに、あ、しけってしまっては。そうだ、確かに水に強いのはコドロだけだ。よし、ヨーソロありがとうございました。ということで引き続き皆さんからのアイデアお待ちしております。お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。いや本当ゲストさん交えてのドラマ楽しかったですね、うん、楽しかったです。あと普段なんか眠ってる私たちのキャラもそろそろ掘り起こしてほしいなと、はい、あやちゃんと緑川さんと今井の、はい、でもだいぶ忘れてるかもしれない、撮ったのだいぶ前だあーみたいな感じ、はい、うん、ね、楽しかった。さてこの番組は毎週月曜日の19時頃配信されます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。温泉の番組ページのメールフォームから送ってくださいね。メッセージを送ってくれた人の中から抽選で1名様に私たちのサイン入りステッカーをプレゼントします。ちょっと、お、あ、今倒れそうでしたよ。ラビビサーさん後ろにサーンって逃げましたよ内田さん大丈夫、大丈夫、ゲームオーバー、おっとですから、はい、そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/sampo 散歩です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は4月1日月曜日18時59分までです。ということでここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木理香でした。バイバイ。この番組は
株式会社セガゲームスの提供でお送りしました。